これダメだろ。あー倒した、危ね、倒した。おー、はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、はじめましての人、はじめまして、はい、桜鬼人です。はい、ということでね、今回から始まりましたね、新シリーズ、モンスターハンターワールドのアイスボーンスで、やっていこうかなと思います。はい。で、まあ、そうですね、マイクをね、新しく買ったんですね。それで、まあ、ごめん、新しいマイクで1本目の動画ということでね、あそこに、まあ、びっくりマーク見えてると思うんですけど、はい。もうずっとね、オンラインとかでも、あいつらの装備をね、つけてる奴らがいて、もう我慢してたんだよね。もうね、情報も結構、ね、アップデートはしたんだけど、もうモンスターのそういう行動とか、情報も全部シャットアウトしてて、もうすっげえ楽しみなんだけど、うん。行きたいと思います。はい、どっちが来るんだろうね。なんか臨海ブラキと、あとなんだ、ラージャン、すごいサイヤ人ラージャンが出たらしいんですけど、どっちなんだろうね。どっちも来るのかな。行きましょう。おう、金色のあいつを見つけたんだ。おお、ほうほう、こっちは。あら、はい、おかえり。はい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 、報告してたんですね。お、見つけたんですね。あ、こっちはブラキディオス。ああ、臨海ブラキか。で、ああ、もう両方来ちゃうんだね。両方来るんだ。おお。もうね、すごいシャットアウトしてたから、すっごい楽しみなんだよ。よし。よし。よし。はい。はい、わかりました。はい、また会いましょう。で、ブラキとラージャンが目撃されました。特別任務クエスト、ハサイハ極林と金色羅刹かなを受注して調査を進めてくださいと。はい。で、あれ？漢字がね、読めないんだよね。で、モンスターハンターワールドアイスボーンの特別任務は、はいはいはい、OK です。よし、じゃあ行こう。どっちから行こうか。あ、ブラキ行こうか。ね、ブラキだと、この装備の凄さがね、まあ別に凄くないんだけど、すごいんだよ。いいや。装飾品で、ここですね。ここを、なんか、体勢にね、全部変えられるんだよね。全部の体勢に対応した、一応火力装備ということで作ってみたんですけど、どれだっけ？耐爆でしょ？たまに体勢のやつと間違えてさ、なんだっけ？属性強化のやつつけちゃってね、結構。なんで耐性つけたのに、耐性、なんだ、水やられになるんだとか、結構あるんですけど。耐爆はどこだ？ OK。で、まあ、装備はですね、こんな感じで、こうかな。攻撃7、見切り7、挑戦者5、バカやられ3、超会心、
楽天特攻で、体力増強が2で、あと集中2ですね、ハンマーね。で、あと不屈とスリンガー装填スアップ。これね、ハンマーはつけた方がいい。スリンガー装填スアップ。これは強いからね。あの、開幕のコンボがね、もう1ランク上がるから、これ絶対つけた方がいい。で、整備。と、あとまあ、この、うん。で、武器ね、カスタム強化ね、できてないんだよ。あとはまあ全部したんだけど、武器だけね、歴戦クシャルと、あとなんだっけ、歴戦ネロミエル。あれがまだ導きで出せてないんだよね。もうね、持ってる方いたら、ついていきたいんですけど、いませんかね。はい。ということで、ご飯はどうしよっか。これね、おすすめでいきましょう。あ、うまそうっすね。相変わらず。スキップ。はい。あ、クエスト受けてねえな。すごい。もうクエスト受けるまでで、なんだ、6分ぐらい撮影してたんだけど。いや。ね。あれ？あ、マスターで、特別任務。どっちだ？ブラキ行こうか。ラージャン、やべえな、これ。絵がやべえな。よし、じゃあブラキディオス。なんかこれ虫みたいだけど大丈夫かな？導きの地か。どっちだ？火山か？あ、どっちでもいいから行ってみようか。よし、じゃあ、クエスト開始までスキップしよっか。あ、その前にちょっと待って、音合わせだけしとく？音合わせしてなかったね。あ！あ！あ！はい、じゃあ行きましょう。で、まあ、あの、初見プレイなんでね、完全に。うまい下手とか、ちょっと、あれだな。うん。ごめん。多分下手くそだと思うけど、もうね、タイムもね、いくらかかってもいいや。とにかく、楽しみだった。どっちだろうね。なんか火山の方にいるんかな？火山の方に、足跡が？痕跡を集めろ。痕跡だ。痕跡が、これじゃねえか、これ。はてなはてな。これ来てんじゃねえ？ムービーとかあんのかな？爆風、爆ハート。あ、火山のとこではないのかな？それはそれですごい助かるんだが。あ、火山のとこじゃないのか。そっか。とりあえず、会いたい。あいつに会いたい。会いたくて震えてますね。もうね。お、いたわ、いた。マジいたわ、ちょっと。やべえ、やべえ、やべえ。はははははは。あ、ちょちょちょ、待ち待ち待ち。ブドウを切るじゃん。ブドウを切るじゃん。頭に張り付くじゃん。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。ちょ待ち。ああ。ちょっと待ってよ。炎やられ。炎やられにゃしてくるんだね。ちょっといきなりすげえ削られたけど、頭に張り付かせて。オッケー。じゃあもう一回。へい、吹っ飛べ、吹っ飛べ、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、あ、いや、ちょっと時間経っちゃったんで。で、もう一回張り付くじゃん。
あ、落ちた落ちた。これねスリンガー装填数あるから、おー危ん、お、いや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 いいねいいね。おい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 、よしよしよし、着実に頭に当て、おあ強い強いぞ死んだ、俺は強いな、体力プラス3欲しかったか。あ、いや、し、よしよしよし、いや臨海ブラキはね、なんだソロで勝ったのが 4G かな、 4G 以来だね。あ、いて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 、こいつやべえ、こいつやばいね、ソロプレイの限界を感じる。うわわわわ、これひるんでも痛いやつじゃん。お、寝た寝た、ナイスナイス、吹っ飛ばしていこうか。 K、 そんで K、 K、 あ、これスリンガーでさ爆破いける感じかな。よっしゃ、傷つけていく。ショア、OK、オッケー、スタン取った。よいしょ、よいしょ。あ、もうもう、うまくいかんな。このリーゼントのくせに。あ、これ、これ、ちょっと、この、ね、粘菌がやばい。粘菌がやばい。お。それは当たらんよ。あ、あ、あ、サイズじゃない。こいつが欲しい。落とし物。おお、臨界極まる錬金。おお、いいね、いいね。臨界極まってる。これ、ちょっと、いちいち、錬金落とすのやめ。爆破、オッケー。あれ、当たんねえし。お、なになになに、どうしたどうした、え、どうした、行っちゃった行っちゃったよし、追いかける。トイどこか、トイどこか。あ、怪力の種持ってきてたんだ。飲まなきゃ。飲まないとな。てか、なんでさ、俺爆破武器で来た。氷か水で来たかったけど。いいのがないのか。まあいいや。これはおお怖い、こっちはオッケー、よし、逆だったら死んでたな。これあれ強いよね、あれあれ避けんのさ、ちょっと待って、チキンプレイさせて、オッケー、はい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 、そこはオッケーだ、一万、お、頭高いんじゃい、うわ、ちょっと炎耐性が、炎耐性高いはずなんだけどな。よし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 、いくぞ。巻き、ま、赤いとこ攻撃すると巻き散らす感じ。おい、余計とか。若干遅いな。これも。おい。なんか回避距離とかつけたら楽そうかな。回避距離つけたら楽そうだよね。あの、粘菌落とすからさ。危ね。
そこまで強くはないのか。慣れてきたぞ。基本はブラキと変わんねえからな。あ、痛い。あれってナッシング。はい。あ、これ爆破しないんだ。これさ、これ年金体制つけてなかったら俺どうなってたんだろうな。相当。はい。ここだね。撃って、こうして、こうやって、なんかもう撒き散らさせて、ほい、オッケーオッケー、懐に潜り込んで、あ、ちょっと待って、アメさん撃たせて、アメさん、あー、年金、年金、年金、オッケー、いいぞ、いいぞ、いいぞ、来てる、来てる、来てる、あ、バッ、あ、痛い、来てない、来てない、ちょ、待って、待って、よし、仕切り直しといこうか。仕切り直し、痛い。ちょ、いいな、強いぞ。なかなか楽しくなってきた。お、はい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 。ボコボコにされて、あお。ちょっと待ってね。あれ、俺焼肉持ってきたっけ。焼肉は持ってきてない。これは違う方だ。まあ腹痛がついてるからね。腹痛がついてるからこのまま倒したよね。ちょっとは削れたんじゃないかな。お、怒ってないぞ、こいつ。怒ってなかったらこっちのもんだぞ。どっち？いける？いけない？いけ。オッケー、いった。そしたら。はい。もう一発。あ、怒っちゃったよ。怒っちゃったよ。でも、不動。回復してね。ブドウを着ていこうか。爆破して、ちょっと待って、下手くそすぎ。当たってない、当たってない。当たれ。 OK。 こういう時しか攻撃できないからね。強すぎてやばいな。ラージャン苦手なんだけど、ラージャンはいけんだか、この調子だと。あ、いたいたいた。怒ってる。年金が見づらいな。その手にはもう乗らん。おう、あった。ちょっと待ってね、ボコボコにされてる。あぶねあぶねあぶね、なにこれなにこれ、え、あぶね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 ってばよ。はい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 、痛い痛い痛い。これどうやって殴ればいいかな。ハンマーはきついな、これ。動きわかんねえかな。U ターン来るっしょ、 U ターン来るっしょ。 OKOK、 そこね。怒り収まんねえかな。そろそろ罠でも使おうかな。はい、ここ爆破じゃん、この足のとこ。 OK、 来た。わあ、痛い痛いけど、ここ OK、ちょっとずつ削っていこう。臨界極まる。あ、危ない。あ、ちょっと待って、飛躍が切れたわ。飛躍が切れてしまった。あ、こいつさ、なんか何、移動するとき方向しないの。
あ、いいじゃんこれ。絶好の殴りポイントだ。あ、ちょっと待って。そういえばさ、なんかババじゃない。フィールドマスターがさ、なんか、なんだっけ、火山にいるときは気をつけろみたいに言ってたよね。どういうことなんだろうか。ちょっと待ってね。こいつを飲んで、気をつけるなら、ここで罠を使うべきなのか。罠使うのか、ここで。変な気配がした言うてたよね。なんかいつの間にか頭破壊してんだけど、いつだっけ。いつ破壊した俺。いつの間にか頭がなくなってるね。お前のリーゼントを打ってやった。あ、待て、危ない。これ乗れるかな。オッケー、なんかひるんでる。乗れそうだな。オッケー、怒ってないね。当てていく。オッケー、よし。絶好の頭殴りチャンスだ。これ怒るんじゃないか。怒ってくれ。へえ、いいねいいね。ローリングだけ当たった。そしたらもうちょっとで、もう一発で乗れるかな。乗れない。もう一発か。乗った。いや待って、突進パターンやめて。突進耐えんの苦手なんだ。おてるよ。はい、オッケー、スタン。いいねいいね。今のうちにガンガン削ろう。もうね、地面が熱いな。あ、スタン短くね。ちょっと待って、スタンが短すぎる。あ、移動した。移動するのか。移動するのか。一回トイレ行こうか。もうね、匠が入れられなかったら切れ味があれなんだけど、達人芸とか考えた方がいいのかな。いや、ハンマーと達人芸ってさ、なんかあんまり相性が良くないというか、なんか集中とか入れるの辛くなってくるしっていうと、ちょっとね、太刀とかだったらいいかもしれないけどさ、なんか若干相性悪いよね。ここは絶好のローリングポイントなんじゃない。あ、いやちょ、待て。おこれ、おお、アイテム使えないの。やべえ。ちょ待って、どこ爆破？え？待つんだ。これダメだろ。おおおおお、え、そういうこと、そういうこと、え？え、ちょっと待って。あ、え、マジか。え、これ何？これ何？下の地面の何？ちょっと待って、怖いんだけど。あ、消えた。あ、そういうこと、そういうこと。エクリ、なんか、あれか。ミルストーム的な。だよね。ミルストームだよね、これ。あ、曲変わってんじゃん。え、おおおお、かっけえかっけ。あ、終わりこれ終わり。これ何、もしかして、体力残り 50% とか結構かかん。あ、結構かかんのね。ああ、はい。あ、これでなんか振動が来るとなんかそこだけすげえ爆破されるから。あ、これ
はい、全然攻撃当たってないね。でも黒いのかっこいいな。マジ臨界、臨界極まっ、でも範囲赤いとこに立ってなければそんなに、そうでもないか。どうやって当たるのみたいな技なんかな。タイミングとか。OK、ひるんでいく。ひるみやすいとかあるかな。ちょっと当店転倒か、足ひるみかなんかで。あ、あかん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 、赤くなっちゃった。怒り収まってますね、怒り収まってますね。不動も使えるね。あーい、あーい、危ない危ない危ない。え、はい、オッケー、来い来い来い。はい、ぶっ飛べ。あー、ちょい足りんかった。怒っちゃった、やべえ、怒っちゃった。あ、アイテム使える。よし、ここで決めていこう。決めていって、あー、これやっぱりなんかスリップダメージくるね。いや、 やっぱりというか、この地面赤い時点でスリップダメージ確定か。うお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 お、かっこいいかっこいい。あ、あ、あ、はい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 。あ、なに、あ、これスリップダメージやばい。ちょっと待って、坂道がない。回転がしちゃう。あ、爆破かね。ああ、はいはいはい。お、ドクロ出てるよ。もうちょっとなんじゃね。お、いけんじゃね、これ。ドクロ出てるよ。ちょっと待って、上取らせて。回転したいんだよ。深追いはしない。深追いはしないで逃げる。逃げさせてくれ。回復させてくれ。音も回復でくるよかったかな。ちょっと回復が補充しとくんだったか。ラスト回復。お、爆破か、爆破か。オッケー。あ、ラスト回復が妨害されて終わった。ちょっと待ってくれよ。おいし、来てる。あ、え、なに、寝たんだけど。あ、これ寝たね。よし、ナイス。サクヤさん、ナイス。オッケー。わあ、倒した、あぶね、倒した。おお、よかった。これラージャンやべえな。何分かわったんだ、もう20分、25分前だから23分ぐらい。深
界の国陽光と西流の撃滅剣を、なんか色が全然なんか青くないんだけど、装備楽しみだな。 OG の時はね、なんか臨界意識揃えるとなんかなんだっけ、ゴーダだっけ、なんかハンマー専用っぽいようなスキルが出てたんで、結構期待しちゃうんだよね。臨界ブラキの装備がもうハンマーっぽい装備だったからね、 4G の時ね。そっから全然あれだよね、ダブルクロスか、ダブルクロスの時も一応いたんだっけ、あまり覚えてない。ダブルクロスは解放整備か。うん。あ、死んだけど、270、オッケー、いいね。お、チャームゲット。なんだ、凍結の奇跡？彩竜？読み方合ってるかな？まあいいや。どうしようかね。モンハンはノーカットの方がいいかな。まあ、ぐだってるところは、もしかしたらカットするかもしんないけど、基本ノーカットでいきたいね。うん。そうしよう。はい。ということで、今回は、臨界ブラキですね。まあ、次回、あれだね。次回は、ラージャンか。ラージャン行こう。うん。はい。ということで、まあ、今回はね、ご視聴ありがとうございました。ね、次回、ラージャン行くんで、お楽しみということで、バイバーイ。